こんにちは、アキペンのアキラです。こちらのチャンネルではときめく文房具やときめくクリエイティビティについてストリートアート好きの私アキラ目線で紹介しております。皆さん、ハイドロディップって知ってますか？塗装方法の一種なんですけど、最近このハイドロディップっていう技法を使ってオリジナルのスニーカーを DIY するクリエイターの映像に触発されまして、それ俺もやりたいと。何よりグラフィティをやるとインクが飛んで靴が頻繁に汚れてしまうんですよね。で、グラフィティ用の靴が欲しいと思ってたところなので、今回僕もスニーカーの DIY をしたいと思い、チャレンジしてみたいと思います。で、知らない方もいると思うので、ハイドロディップについてざっくりと説明しますと、水にスプレーとか油性塗料をかけると浮くので、塗装したいものをそこにつけ込むとこういう模様になります。ものは試しですが、このハイドロディップ、スキルを得るためには絶対失敗を何回も繰り返してトライアンドエラーをしないとできないと思いました。ということで、失敗してもいいようにメルカリで実験用の白のエアフォースワン買いました。1000円。サイズもぴったりで 28cm なんですけど、劣化もほとんど、なんかクリーニングしたらすぐ良くなるぐらい で、黒い汚れとかもすぐに落ちました。失敗するには品質が良すぎるので、今回はただのいい買い物をメルカリでしてしまいました。でも目的は決まっているので、今回はこちらの靴を別に用意しました。おい、マンダム、え、知ってる？マンダム。こちらマンダムの靴です。どこで手に入れたかと言いますと、溶接工向けの作業着が進化して、日本の職人の快適な作業をウェアから支えるワークマンで取り扱ってるシリーズ。最近はこっそりおしゃれとかね、女性向けのときめきレベルの高いウェアがね、こっそりたくさん増えてて、マンダムもそのコンセプトですね。きっとこれマンドムなのかと思うじゃん。違うんだよ、ちゃんとここにマンダムって書いてある。本当にブーツとかね、地下足袋とかたくさんカスタムしがいのあるものがあったんだけども、結構悩んだんですけど、今回選んだのはダン、こちら。もうハイドロディップしてくれと言わんばかりのこの白さ。ソールもボディも一体成形されてます。布のテクスチャーがあって、ステッチもあり、マンダムのブランドタグもついてます。ありながら完全防水、一体成形ですから。なんと1500円。さっきのエアフォースワンが1000円だったので、ちょっと高く感じる気もしますけどね。で、履くとちょっと大きくて、なんかダットスニーカー的な雰囲気もあるから、これもしかしたらスケーターの人なんかいいんじゃない、カスタムしたら。全国のカスタム職人の方、見せどころですよ。まず今日はハイドロディップで僕がね、一発目やっていきたいと思いますよ。いや、でもハイドロディップじゃなくて普通にペイントしてえな、これ。なんか伸びしろがすごいよ、この靴。それでは下準備として、マスキングをしません。で、色塗りが良くなるようにサーフェイサーを拭きません。あ、色塗りを良くしたい場合はサーフェイサーを拭きますが、今回はね、どこまで手軽にできるかっていうことを試したので、何も拭かないことにしました。このままいきます。まず実験として、ちょっとこちらの iPhone ケースを一発ぐらい、こちらのモンタナ94、居座ってくれるんですよ。この居座ってくれるやつところにこれを乗せると、また居座る、居座る、出てる感じですね。あ、出てる。悪くない気がする。そしてこっちで受け取って。どう？うわ！うわ！いいね、こういういい感じの失敗がね、したいんですよ。こっからソールを取り出します。一体成形ですよ。ちょっと汚れちゃいましたけど、本番です。
お、え？こんな感じになりました。いや、この2足目、今手前にある方が2足目なんですけど、は柄がはっきり残って、結構なんかコツをつかんだような感じが見えてますけど、こっち側、こっちは一発目で、やっぱ最初のカスが残ったりダマが残ったりして、でここら辺はうまく映ってるんですけど、やっぱちょっとね、良くなるように見えたかなっていう感じ。まあ成功か失敗かで言ったら失敗より対象のような柄にはなってないので、ね、でもね、結構コツはつかんだような気がしたので、もう一回ね、ハイドログップとかこの靴のカスタムはやってみたいと思いました。それではね、チャンネル登録はまだの方はぜひよろしくお願いします。それでは秋弁でした。バイバイ。